はい、こんにちは。今ですね、ワークマンの、コーディラユーロ、メッシュジャケットとですね、超通気ストレッチデニムを、履いてですね、オートバイでちょっと走ってきました。はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はね、この間買ったワークマンの、夏用の、服をご紹介したいなと思います。まずはこちら、超通気 4D イージーストレッチパンツ LL サイズを買いました。これはね、もう手に持った瞬間にひんやりしてて、いい感じですね。で、なんか最近の傾向なのか、後ろのウエスト部分がゴムになってるっていう、これは僕はあんまり好きじゃないんですけど、そういう風になってます。ポケットが、普通の前ポケット、小銭入れ前ポケットで、カバーのない、サイドポケット、カーゴパンツ用のポケットですね。で、ここが、ファスナー付きで太ももにポケットがあります。このポケットは防水ジーンズの時に使えないなぁと思ったところですね。一応サイズを確認してみます。 iPhone 8 Plus、 まあサイドのポケットは楽に入りますね。で、普段使ってる長財布、頭が2センチぐらい出る感じですかね。この位置だとぴったりするので、2センチぐらいだったら落ちる心配もないので、オートバイに乗ってても落ちる心配がないっていうのはいいところですね。で、太ももの前のポケット、長財布が入ってで、ファスナーが閉まりますけど、ここは太ももが窮屈になるのであんまり使えないかな。当然 iPhone は余裕で入りますね。で、前のポケットは iPhone が余裕で入って、まあ長財布も入余裕で入りますけど、ここに入って入れたら足が曲がんなくなりますね。そして後ろも普通に左右にポケットと、ここにスマホポケットがあります。こんな感じ、ほとんど頭出ないですね、長財布で。ボタンを開けて、僕の長財布はそんなに分厚くないので、ギリギリボタンも閉まります。で、このスマホポケット、2センチぐらいですね。いい感じ、スマホを入れてちょうど入ります。この位置だとスマホって折り曲がらないのかな、ちょっと気になるところではありますね。そして、なんかちょっとやっぱり生地が
粗い感じのデニムですね。わかるかな。で、結構ストレッチします。そしてもう一つ買ったのがこちら。よいしょ。コーデュラユーロ、リアルジャケット。なぜかこれ 3L サイズ。ちょっと小さめなんですよね。今年の夏はフルメッシュ、前もメッシュになっているコーディラユーロライディングジャケットっていうのも出てるんですけども、とりあえず、こっちの方が涼しいかなと思って、なんか重いんですよあっちは。でこちらを買いました。襟がね、立ち襟になっているんですけど、これはバイク乗ってるとこの首の後ろが日焼けするのでちょうどいいのかなっていう感じですね。そして、ここ胸のがポケットなんですけど、これは多分空気入れかな。一応スマホも長財布も楽に入りますね。まあ空気入れとして使うのが正解なんでしょうね。空気導入口というか。でこいつがいいなと思ったのがこの、ハンドウォーマー、夏服にハンドウォーマーっていうの変なんですけど、まあ、サイドポケット、これファスナーになってるっていうところがねいいなと思ったんです。やっぱりバイクに乗ってるとね、やっぱりこういうものが落ちるのが一番嫌なので、そこがしっかりとカバーできてるのがいいなと。で長財布もこのように入ってちゃんとファスナーが閉まりますからね、十分です。そしてここにスマホのケースが付いてます。でこれがここはマジックテープになっててこう止められるみたいですね。これこう剥がすとこういう感じでマジックテープになってます。まあ使わないでしょうけどね。でここはなんかポケットになってるのかなと思う。そうじゃなくてただの、まあ、デザイン上の処理ですね。でこれが D 管、そして、ウエストの横に、ペットボトル入れみたいなもんですねがあります。そして一応わかりますか、こんな風に反射チッコプリントになっているので夜でも安心かなと。そして背中、一応これね背中に大きなポケットがあって、ここに服を畳んでポケタブルになるっていうことらしいんですけど、まあカッパでもないからそういうような使い方はしないですね。ただ大きなポケットがあるっていうのは便利です。そして背中はソロメッシュです。で、腕も下半分がメッシュになってます。だから夏場まあ真夏に着るかって言われたらわからないですけど、夏場はこう上からの光はこう遮断して、で通気性は確保すると。でこのメッシュの生地がですね、バイク用のメッシュジャケットの裏地みたいな薄い生地なんですよ。
で、バイク用のメッシュジャケットって表側のメッシュがかなり分厚いんでね、それが結構厚かったりするので、そういう意味ではこれがいいのかなと思った次第です。で、袖にはペンケースかな。ちょうどスマホが入るぐらいのケースがあります。じゃあちょっと着てみます。はい、実際に履いてみました。173cm で、ちょっと太め、 LL サイズでこんな感じですね。足は短めです。裾を 2cm 上げてますけど、ストレッチが効いてるので全然膝が、この裾が上がってこないんですよね。ストレッチがすごい効いて動きやすいです。で、履いた瞬間にひんやりするので、すごい気持ちがいい、サラサラした感じですね。通気性に関してはこの後ちょっとバイクに乗って確認したいなと思います。そしてコーディナーユーロ、ちょっと前を閉めてみます。こんな感じどうでしょうか。こう手をこうやって動かすだけでもね、風が入ってひんやりしますので、これはなかなか期待できるんじゃないかなと思います。それではこの後オートバイに乗ってみたいなと思います。この超通気、ストレッチデニムパンツですけど、これ走ってるとすごい涼しいですよ。なんてダイレクトに風が当たってるっていう感じではなくって、やっぱり通気なんですけども、それがね、かなり、通気量が多い感じですね。で、そうですね、これスキンに近いような感じでぴったりフィットするやつなんですけど、夏場スキンにたまらんなと思うんですけど、これだとサラサラしてるので、着心地がいいので、これ夏場でも全然苦にならないと思います。これはとってもいいですね。で、逆にこの、逆にじゃないや、この上着の方の、コーデュラユーロ、メッシュジャケットですけれども、これはですね、走ってる分にはちょうどいい感じで、風が抜けていきます。今気温が25、6度なんですけども、ですからまあ真夏の、感じをとは全然違うんでね、真夏になったらまた違う評価になるかと思うんですけど、適度にね、なんていうの、ダイレクトに風が当たるっていうわけではなくって、前立ての部分、袖の 上側が、普通の生地ですので、そこにこう風が、間に風が回り込んでくる感じ、生地と肌の間に風が回り込んでくるような感じなのでね、かなり、いい感じに涼しいですよ。それとなんといってもね、当たり前っちゃ当たり前なんですけども、軽いです。で、メッシュのライディングジャケット、同じくワークマンの、3900円のやつなんですが、あちらはね、手に持った感じがずっしり重かったんで、それを考えるとね、こちらの方がね、私は好みなんじゃないかなと思いますね。もしですね、もう一着メッシュジャケットを買うとするならば、ラフ&ロードの、ダイレクトエアメッシュジャケットというのが
コミネの、ビッグホールメッシュジャケットと同じような感じの大きな粗い網みたいなジャケットがあるんですね。それを買うかなというふうに思いますね。まあ、買うかどうかは分かりませんけれども、あっち、コミネと違ってね、ラフ&ロードの方はソフトプロテクターなので、そういう意味でも、まあ、着やすいんじゃないのかなというふうには思いますけども。それでは今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。さようなら。